ンちゃん TV をご覧の皆さん、私たちホワイトスコーピオンです。現在発売中のヤングジャンプに私たちホワイトスコーピオンが登場しています。ぜひ皆さんチェックしてください。見てね。ヤンチャン TV をご覧の皆さん、ホワイトスコーピオンのエースです。今日をこんな風にカラフルな可愛い衣装を着て、みんなと可愛らしいセットで撮影することができてとっても楽しかったです。今からちょっとクールな衣装に着替えて、あっちのかっこいいセットで撮影をするんですけど、それもとっても楽しみで素敵な写真になったらいいなって思っています。皆さん頑張ります。ヤンチャン TV をご覧の皆さん、ホワイトスコーピオンのアコです。先ほどのこの衣装の撮影は4人でグループショットで撮ったんですけど、すごく楽しい撮影で、マシュマロとかを持って撮ったりしたので楽しかったです。これからは黒白の私たちのグループのコンセプトに合った撮影をするということなので、気合を入れて頑張りたいと思います。ホワイトスコーピオンのアリーです。本日無事撮影が終わりました。かっこいい系と、あとカラフルな雰囲気の撮影2つしたんですけど、衣装がどっちも結構個性的なファッションで、すごいなんか新鮮な気持ちで楽しんでできました。あとかっこいい系の集合のカットとかは、WHSP っていうホワイトスコーピオンっていう、後ろにこうオブジェも作ってくださって、すごいかっこよく撮っていただいたので、ぜひチェックしてみてください。ヤンジャン TV をご覧の皆さん、ホワイトスコーピオンの葵です。はい、今この衣装でのソロカット撮影が終わったんですけど、すごい可愛くしていただいて、髪の毛もすごい可愛くしていただいて、ソロカット撮影もすごい楽しんでできたので、この調子で頑張っていきたいと思います。この後はクールの撮影もあるので、ちょっとこのラフな感じとはまたギャップを見せられるように楽しんで精一杯頑張ります。ヤンジャン TV をご覧の皆さん、はじめまして、ホワイトスコーピオンのチョコです。今日はカフェがテーマで、ソフトクリームを持った撮影だったり、あと風船と戯れたりとか、すっごく楽しくて華やかなわちゃわちゃした撮影でした。次は割と白黒でかっこいい系の撮影なので、決まった表情ができるように頑張りたいと思います。ぜひチェックしてください。バイバイ。ヤンチャン TV をご覧の皆さん、ホワイトスコーピオンのココです。今日は1個目の撮影を終えてきました。2個目の撮影も頑張るので、皆さんぜひ買ってみてください。頑張ってきます。ヤンジャン TV をご覧の皆様、はじめまして、ホワイトスコーピオンのハンナです。今さっき撮影終わりました。こんな可愛い衣装でお団子もしてもらって、とっても楽しい撮影でした。次もまた2個目の撮影があるので、楽しみに頑張りたいと思います。行ってきます。ヤンジャン TV をご覧の皆さん、はじめまして、ホワイトスコーピオンのモモです。お願いします。今日はヤンジャンの
撮影ということで、最初今ソロ撮影をしてきたんですけど、こういう感じのパステルのお洋服で結構わちゃわちゃしながら撮影できて、あと葵とツーショット撮影もしたんですけど、いつもみたいなその2人の雰囲気を出したのかなって思っています。この後はちょっとかっこいいクール系の撮影になると思うので、その今のソロ撮影とは違った雰囲気を見せれたらいいななんて思ってます。ではお楽しみに。ヤンジャン TV をご覧の皆さん、はじめまして、ホワイトスコーピオンの夏です。まずはこんなに華やかな衣装を着て、みんなで仲がいい、まあ本当に仲がいいんですけど、仲がいい感じで撮影をしてみました。結構いつもはクールな感じのコンセプトの写真を撮ることが多いんですけど、みんなでカラフルな衣装を着るのはすごく新鮮で、すごい楽しんで撮影することができました。それとはまたガラッとガラガラってこんにちはってなんてね言ってクールな感じの私たちをガラッと印象を変えて撮ってみたいと思います。すごく楽しみです。こんにちは、ホワイトスコーピオンのナビです。今日、初めてヤングジャンプさんで写真を撮らせてもらったんですけど、シックな感じであったり、あの元気な感じ、ナチュラルな感じで、みんな生き生きとした感じですごく楽しかったです。ぜひチェックしてみてください。バイバーイ。ホワイトスコーピオンのニコです。今日は初めての服装だったり、メンバーのね、あのギャップを見ていただけたかなと思います。お楽しみに。